皆さんこんにちは、トミックです。今回やってきてるのは道の駅越前ということで福井県でございます。福井県って1回やってるじゃないですか。でその1回が福井市中央卸売市場と日本海魚町なんですよ。それをねやってしまったら、じゃああと福井何があんねんってなると、車をめちゃめちゃ走らせないと見つかんねえなということで、福井駅から車を1時間ぐらい走らせたところの道の駅越前というところに来ました。なんでねここに来たのかっていうと、やっぱり福井といえば越前ガニじゃないですか。その越前ガニが取れると思われるであろう越前ということで、ここだったらカニが美味しいんじゃないかということでここにしました。まあ平日っていうのもあるかもしれないですけど、あんまり人はいないです。ちょっと下見に回ったんですけど、人が全然入ってないわけですよ。レストランの入るのみたいな空気出されて、ちょっとね逆に入りにくいっていう。まあ中どんなものが扱ってるのか、そして飲食店漁っていくので、絶対グッドボタンとチャンネル登録よろしくね。道の駅越前、福井県入郡にある道の駅県観光市場、福井の海の方にある地域ですね。ちなみにここら辺は旅館や温泉が多かったです。なんか箱根とか伊勢みたいな街並みでした。一応福井駅からだとここから車で1時間かからないくらいで行きました。おそらく観光地に行く途中に休憩するにはもってこいの場所って感じですね。道の駅っていうくらいなので駐車場はバリバリ止められるし無料です。だけど道の駅っていう割には止める台数は少なめな気がする。ちなみに道の駅越前の道路挟んだ真向かいには越前ガニミュージアムという施設がありました。カニの展示とかレストラン、ちょっとしたお土産コーナーとかある感じですね。後で見てみましょう。道の駅越前のマップですね。なんていうか非常にシンプル。そして最初に思ったこと、なんか道の駅というよりは区役所みたいな見た目をしてますね。すげえ区役所感があるからなんか入りにくい。そして3階には日本海を一望できるレストランもあるみたい。お、ここには地図もありました。福井県がこうやってあったら道の駅越前はここにありますよって。まあ、ここら辺が福井駅とかでしょう。目の前に越前ガニミュージアムでカニ漁チャレンジとかのシミュレーターがある。なんか子連れで来た人とか子供が飽きないようにこういうの連れて行けるのもいいですよね。道の駅越前の中はこんな感じで、目の前にでかい水槽がありましたね。そして左がお土産コーナーで右が飲食店。なんかすごい暗いな。そしてさらに右手にはエレベーターがあって3階のレストランに行けるみたいです。ちなみにまだ朝の10時くらいなので空いてませんでした。これが3階のメニューですね。基本海鮮以外にもいろんなものが揃ってるって感じですね。値段はまあそこら辺の観光地価格って感じですよね。学生がフラッと入って高いってなるぐらいの金額。そして水槽で泳いでる魚ほとんど1台でしたね。これは食用になるやつなのかな。それと他の種類の魚もちらほらいました。そしてこちらの食堂、店前のメニューなんですけど、物はわからないけど3階のやつに比べたら少し安いレベル。そしてここの海鮮丼は酢飯アピ、行ってみる価値はありそうだけど。ちなみにここをさらに奥に行くと温水プールと温泉がありました。いいですね。マジで子連れでも安心だ。その場合は水着を持っていきましょう。あ、営業は11時からでした。温泉の方は遅くまでやってるみたいですね。飲食店側だとテイクアウトの揚げ物も売ってましたね。結構安いです。それとお刺身もね、値段はなぜか650円均一。量もあるし、これはこれでありなんでは。そしてお土産コーナーみたいなところ、基本他の観光市場と変わらない干物類ですね。ちなみに値段としてはこれ1本って考えると結構お得かもしれない。あとは野菜類とか缶詰とかそっち系ですね。あ、時間的に3階のレストランが開き始めました。そして入り口にはパネルがあるので、家族連れだったらみんなで代わり番号で顔をはめて写真を撮りましょう。ついでに目の前の越前ガニミュージアムを見てみましょう。ここはお土産コーナー、そして2階にレストランがある感じですね。隣が展示的なやつ。越前ガニミュージアムの中に入るとでかいオブジェが迎えてくれます。すげえ。そしてタグをつけて高級感アピ、左手に行くと越前ガニミュージアムに入ります。入場料は大人500円、子供300円と。まあ俺はこういうのは専門外なので、ここはファミリー系 YouTuber に任せましょう。ちなみに外からレストランに行けるのかな。いや、中から行く感じか。そして売ってるものもスナックとかそういうのが多かったですね。ていうかここのレストラン海鮮バイキングなの？60分で大人5500円。まあ高いか安いかちょっと微妙なところですよね。だって実物見ないとわからないもん。最近値段変わったのかな。そして定休日は火曜日らしい。基本ここはバイキングオンリーで、単品を食べたかったら向かいのところに行けってことか。こっちのミュージアムの方だと海鮮食べ放題で、こっちの道の駅の方だと展望台の海鮮丼と1階の海鮮丼が食べられるという。うわー、これ全部はねできないんですよ、俺のお腹のキャパ的に。もう1本動画撮らなきゃいけないんで、ってなった時に5500円か。何が出るのかにもよるよね。いやでも1回行っておく価値はある。海鮮バイキング行こうと思います。この動画の評判
良くてグッドボタンも多かったら今度2回目はあっち側行きますの方が多分まあまあ利口なやり方かなっていう感じですね。多分ここ来た人どれぐらいいます？ちょっとよかったらコメント書いてください。やっぱ日本海魚町とか福井中央市場とかは結構行く人多いと思うんですけど、なかなかねここはいないんじゃないですか。わかんないですけど。そして2階に上がったところにある海鮮バイキング、60分バイキングだからラストオーダーとかないのか。そしてエレベーターでも行くことはできますよと。あとお会計は現金オンリー。そしてここはすでにオープンしてました。店内は大衆食堂みたいな感じで完全バイキング形式で、食べ終わったら食器を返却口に返すというフードコートと似たような空気を出してます。ちなみに終わりが11時45分までと。それとお客さんは俺一人でした。ちょっと怖いぜ。バイキングの種類はイカ、マダイ、ブリ、サーモンなんかの白身魚、そしてカニ。カニも食べ放題なんかすげえな。ちなみに刺身系は見栄えが悪くならないように大葉の上に何切れか置いてあるシステムなので、この大葉ごと取れば綺麗に取れますよと。それとここには漬物類や加工品、お気漬けとか塩辛とかそういう系ですね。そしてあんこう鍋とかわかめしゃぶしゃぶ、焼き物揚げ物が多かったです。ほぼ海鮮なので食べ方によっては結構当たり枠なんじゃないですか。そしてエビフライと唐揚げも、それとまだお客さんいなかったんで出てなかったんですけど、ご飯とカニ汁もありました。そしてとりあえず1周目で刺身とカニを取ってきました。ちなみに刺身はこれで全部ですね。一塊4切れといったところか。カニのサイズは前にやった大阪の食べ放題のやつよりは大きいです。まあ海鮮食べ放題にこれが入ってるだけでもだいぶいい方か。まずイカを、イカはねっとりした食感で濃厚な旨味を感じます。というよりやっぱり大葉の上の刺身を取る感じなので、少なすぎず多すぎずな量がマジでちょうどいい。サーモンですね、サイズ感は普通。味に関しては脂乗ってて美味しいけど、いつも食べてる脂乗ってるサーモンに比べたらあっさりめ。普通に美味しいサーモンって感じですね。そしてなんかの白身魚、多分これスズキだ。淡白な身だけどしっかりした歯ごたえがあって、身もある程度厚みもあるので食べ応えもある。結構いける。食べ放題にしてはこのクオリティはありなんじゃないかと思ったけど、値段を考えると何とも言えないという感じ。ブリですね、ネタはちょっと薄め、めっちゃ脂のりのり、もはや醤油つけても弾いちゃうくらいすごい。4切れだけどもう重い。だけどネタもちょい薄めなので食べやすい。これはご飯と一緒に食べたら最高ですね。マダイは非常にねっとりした食感だけどあっさりした身で食べやすいです。うん、やっぱりブリがめっちゃ美味しい。カニは中折れ戦法ができないくらい殻が柔らかい。身はこんな感じで細いですけど、まあカニはついでみたいな感じが一番いいかもね。うん、水がびちゃびちゃで食べにくい。俺は仕方ないので他を食べましょう。っていうかカニザリアン。そして2周目は主に焼き物関係ですね。ちなみに天ぷらはこの皿で1人前でした。それとなんかの丸揚げとサンマのかば焼き、それとホタテの焼き物。バイキング形式なのでホタテがちょっと乾いてるのは仕方ねえ。サンマのかば焼きは普通に美味しいです。これもご飯のお供として食べるのが最高な気がする。でもこれでご飯をたくさん食べるとすぐに満腹になる。味もうまいけどやり方もうまい。カニのハサミの天ぷらだ。すごい中がホクホクで美味しい。だけどハサミの部分が食べられないので実質先っぽだけ。その他にもシシトウやサツマイモの天ぷらも美味しいです。これは最高だ。てか天ぷらと刺身が一番美味しい。ホクホクサクサクで、あとなんかの白身魚の天ぷら、あとサーモンですね。これ絶対刺身用のサーモン天ぷらにしたやつやん。やっぱりホタテは出来合いを置いてあるからカピカピ。っていうか取りにくい。ホタテ美味しいけどちょっと硬いな。この揚げ物は重い。というより衣が油吸っちゃってて、中身が美味しいだけに外の衣でだいぶ胃もたれすると思う。そして食べ放題のカニ汁、行ったら持ってきてくれました。紅ズワイのお味噌汁、お味噌汁はすっきりした上品な出汁が美味しいです。でもカニの風味はなかったかな。でも普通に飲む分にはいいと思います。そしてなんとドリンクバーもついてました。いろいろありますね。それとコーヒーやらお茶やらもあります。せっかくなのでジンジャーエールをいただきます。そういえば前にアップした動画でお寿司屋さん行った時に飲み物聞かれた時にとっさにジンジャーエールって言ったんですよ。やっぱり飲み物注文することで売り上げにもつながるじゃないですか。でもコメント欄で寿司屋でジンジャーエールってみたいなこと書かれたので、それ以降は普通に温かいお茶を頼むようにしました。俺もお茶が一番寿司に合ってると思ってるけど、お店的には何か注文してほしいやん。これについてどう思います？コメント欄で意見欲しいです。そしてお残しはダメみたいです。まあ当たり前だよな。場合によっては金払えよと。そして漬物系とご飯を持ってきました。てかちゃっかり漬物コーナーにネギトロあったんだけど、まずタコですね。めっちゃ薄いです。水タコなんでプリプリした食感です。あ、
でもかなりしょっぱいですね、これ。ネギトロは油が抜けたような食感。パサパサではないけど、ちょっと不思議な食感。まあ、これはこれでありかなと。そしてなんかエビをつけたようなやつ。カンジャンセウ？そんな感じ。結構辛めだけど、エビの濃厚さを引き継いでる感じ。ご飯と合わせるとめっちゃうまい。癖になりそう。そしてホタルイカ、イカのお気付け、塩辛。ちょっと塩辛いので、ご飯のお供には最高のメンツでしたね。ただこれでお腹いっぱいにしてしまうと非常にもったいないので、ほどほどにしましょう。これが食べ終わって、時間が11時20分と。だいたい35分経過。これで結構満足度高いですね。やっぱり店員さん呼んで頼むシステムだと出てくるのが遅かったりとかあるんですけど、バイキング形式は自分で勝手に取って食べるんで、そこはコントロールできますね。じゃん、あんこう鍋とアワビ蒸し。うん、死んでますね。そしてこの二つは、おのおので火をつける料亭のやつと同じ。いやー、これ11時45分までに火通るかな。おお、アワビはしっかりと蒸されてます。アワビ美味しい。熱いけど、それと味がついてましたね。食べ応えあります。そしてあんこう鍋はポン酢でいただいてます。やっぱり火を通す時間考えたら、白菜がシャキシャキしてますが、味自体は結構美味しいと思います。ただこれは最初に火をつけておいて、刺身を食べるみたいなやり方が一番しっくりくるかなと。こんな感じでちょうど60分の海鮮食べ放題5500円。皆さんどうでしたか？ちなみに俺と入れ替わりくらいで2人組のお客さんが入った感じ。皆さんの感想をコメント欄でお待ちしております。まあちょっと食べ放題オンリーだったんですけど、あれで5500円って考えると、まあ結構穴場だと思うんですが、いかず場所がね、何とも言えない場所にあるんで、まあそこだけですね。なのでまあなんか行けない人は俺の動画を見て満足しましょうという感じで、まあこの動画の評判良かったら2週目はね、あっちの方の海鮮やりたいと思います。毎回みんなが見てくれてグッドボタン押してくれるおかげで、こういったね市場巡りできるので、今後も継続するためにぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ポチー。